チャオ泡だぬきひろまるです。今回はですね、ジェミニ杯用のシンボリールドルフ、会長の育成してきましたんでシェアしたいと思います。まあ、今回の育成は、生配信の時に、作れたルドルフで、生配信の様子実際わちゃわちゃしながら育成している様子は概要欄に、アーカイブのリンクを貼っておりますので、一番最後の育成ところなので、ぜひ気になった方見てみてください。まず、ルドルフなんですが、まあ、成長率、まあ、準備段階としてなんですけども、覚醒のところ、覚醒は、まあ、してしたらいいのか、まあ、しなくていいのかでいうと、実際もしなくても、まあ、大丈夫かなと思います。この覚醒のレベル3の独占力は中距離だし、個性のプロフェッサーは基本的に、まあ、どのデッキでも入る北さんブラックからもらえるので、実際はしなくていいと思います。まあ、ただマニーと優勝レイがちょっと余裕がある人は覚醒レベル2差し牽制を覚えるので、まあ、これは相手のスタミナを削るデバフスキルなので、まあ、これはまあジェミニ汎用で有効なので、まあ、マニーとかに余裕がある人は覚醒レベル2に上げとくのはまあおすすめできるかなと思います。で、まあ、もともと成長率がスタミナ 20% 根性 10% あるので、まあ、そういったところを含めて、まあ、デッキ編成なんですけども、今回も育成の動画じゃなくて最後の結果の画面から皆さんにシェアしていきたいと思います。まあ、こちらなんですけども、スピード4枚、スタミナ2枚で、スタミナ2枚がフレンドさんにクリーク50を借りて、ほんで今回配布のマックイン3凸なんですけど使いました。このスタミナ2枚だけでもスタミナ SS ぐらいまで持っていきたので、まあここはまあスタミナ2枚でもこれぐらいまでステータスが持っていけるかなっていうのをまあ手応えでつかめました。ほんでまあ、スピード S プラスですよ。パワー B プラスなんですけども、ここはちょっと絆の友情トレーニングミスっちゃったり、最後ちょっとシニア級にバッドイベント引いてしまって、最後上げきれなくて、ここはちょっと残念なんですが、おおむね全体的にほぼほぼ満足いったステータスだったので、シェアさせていただきます。スキル的にも、まあ、京都レース上、配布のマックインからもらって、AC フラッシュから根幹距離ももらえて、で、プロフェッサーマエストロと、ここで、上々の面構え、理事長の人参イベントが来て、この好転一足もらえたっていうのがちょっと大きくて、まあ、このおかげでまあスタミナ S にまあ乗れたかなっていうところなんですけど、まあ、これを踏まえてもまあまあいい、まあ、ステータスに仕上がったかなと思います。で、末脚、そしてまあ先行ためらいと、さっき少しお話しさせていただいた、差し牽制ポイント余ったので何取るかなって迷ったところ、まあ、ジェミー杯用、まあ、対人ということでこの差し牽制、取ることできました。で、長距離コーナー北さんから取れてっていう感じですね。で、まあ、この今回育成の継承なんですけども、スピード3に、そしてスタミナ6で、パワーが合計8っていう368で因子継承をしました。このまあ因子継承、まあ、パワー少し厚めにしておかないと、まあ、パワーボーナス入りを北三ブラックと東海帝王2枚入れているんですけども、それだけだったらまあ A 付近ぐらいまで持っていくことなかなか難しいんで、まあ、今回はパワー厚めの因子継承にして、まあ、育成をしてみたという感じです。まあ、全体的に見てみると、スピード4枚、スタミナ2枚なんで、まあ、ある程度、スピードは重なってくれる確率は高くなってるんですけども、スタミナ2枚。この2枚が結構、まあ、重要かなと思っておりまして、まあ、クリークはもちろん強いんですけど、もう1枚何を選ぶかっていうところで、まあ、差しの馬娘、基本的に今どの馬娘も、覚醒のスキルで回復を取れないので、何かここで一つ、スタミナのサポートカードで、金回復持ってこれる1枚がいいんじゃないかなと思います。前に動画出させていただいたと思うんですけども、おすすめはここメジロマックインとかおすすめだと思います。まあ、クールダウンなんですけども、ここ2枚あったら、まあ、ここが得意率重なっとったらここぐらいまで S プラスとか SS まで持っていくことができるので、まあ、この2枚かなりおすすめかなと思います。で、走ったレース見ていきたいんですけども、まずメイクデビュー、そしてサウジロイヤルカップ、この後、まあ、京成杯ですね、クラシック1月の前半、ここ良かったので京成杯走ってます。ほんでサツキダービー、菊花賞の前、10月前半ですね。ここ練習弱かったんで、京都大賞典行っております。で、有馬記念走りまして、シニア級に上がって、天春。この前大阪杯走れるところだったんですけど、まあ練習強かったんで行かなかったっていう感じですかね。ほんで、天皇賞秋。ここ自分で選んで出走したんですけど、ここはちょっと事故ってしまって、生配信のアーカイブ見ていただいたらわかると思うんですが、ここでまさかまあ、9着取ってしまって、バッドステータスの引っ込み事案、まあ、対抗意識の、まあ、逆バージョン、マイナスバージョンが来てしまって、ここはちょっと、まあ、誤算だったので、まあ、ここで、まあ、スキルポイントを、まあ、
この引っ込み思案を消すのに50使ってしまったっていう感じです。で、エリジョを選びまして、ほんでジャパンカップ有馬、ほんで URA ファイナルズ 決勝はまあ中距離で終わったっていう感じなんですけども、今回はですね、スピード4、スタミナ2枚のデッキでもある程度、まあ、スタミナを上げつつ、まあ、スピード4枚入っているんで、結構あの練習が重ねれやすく、キザトレーニングですね、キザトレーニングが何人か重ねれやすくなっている枚数なんで、まあ、スピード、そしてパワーボーナス持ちがいるんで、ある程度ちょっとずつパワーも上がっていくっていう風な感じの構成にしました。こういった構成で、まあ、最終的にもう少し、まあ、手応え的に言うとスピード SS、 スタミナ SS、 パワー A、 そして根性賢さもこれぐらいまで、まあ、狙えるかなっていうところまで来ているんで、あとは馬場適正と、まあ、長距離適正ですね、まあ、客室の適正はまあいいかなと思うんですけど、馬場適正と長距離適正、まあ、芝 S、 長距離適正 S、まあ、どっちか、まあ、来てくれたらよかったなっていうところで、まあ、今回、まあ、この形でシェアさせていただくんですけども、今後より何回か試行回数重ねていって、まあ、芝か長距離 S の適正を持って、かつ、まあ、ある程度、まあ、パワーをほんまあと4で A に上がったんで、まあ、ここもちょっと惜しかったところなんで、もうちょっと突き詰めていけたらなとは思います。ほな、今回の動画はこの辺で終了とさせていただきます。まあ、この中でサポートカード、特におすすめなのはクリーク以外のもう1枚でメジロマックイーン、ほんまに僕自身生配信でも使って、まあ、普段でもメジロマックイーン使い出しているんですけども、3突からでも全然ほんまに使用感がいいですし、スタミナボーナス、根性ボーナスダブルで持っているので、まあ、このおかげで根性も C プラスに上がったと思うんですけども、そういった意味でメジロマックイーンぜひおすすめなんで使ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画少しでもいいなと思いましたら、チャンネル登録や高評価していただけると大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ほな、アリービデルチ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。ぜひチャンネル登録とコメント、それとベルマークみたいな通知をオンにしてくれたら嬉しいです。ほな、次の動画でお会いしましょう。アリーベデルチ。